マジマちゃんさ、忠告したよね。殺しなんてやらずに済むならその方がいいってさ。でもマジマちゃんは仕事を引き受けた。俺本気で島野の兄弟に成し付けてお前を登場界に戻してやる気だったんだよ。だけどお前は牧村誠を殺せなかった。まあまあまあ、百歩譲ってそういうこともあるかもな。俺もガキの頃、足の折れた文鳥を拾って帰ってきたことがあんだ。お袋に内緒で必死に育ててさ。確か名前は豆太郎だったかな。動物なんか興味もなかったくせに毎日餌やったりして、可愛かったな。だが親に嘘ついたのがまずかった。ある日家に帰ったら飼い猫の餌にされてたよ。生きたまま猫に食われる豆太郎を見て俺は思い知ったね。子は親に逆らえないってな。ガキのくせに律儀なやっちゃ。律儀ね。まあ確かに俺は素直でいい子だったよ。親の前ではな。あ？次の日、その猫を殺してやったよ。でもその前にあの牧村誠を盗んでいった泥棒猫を始末しねえとな。あの泥棒猫、蒼天堀じゃ見ない顔だったな。もしかして真島ちゃんの古いお友達？知らんわ、あんなやつ。うん、なんでどいつもこいつもあの女のことを狙っとんのや。あいつは売春の元締めなんかしとらん。あないな小娘に一体何の価値があんのや。知りたい。教えたくても教えらんないな。俺だって知らねえんだからよ。はあ？真島を使って牧村誠という人間を殺せって、それだけだからな。俺が兄弟から聞いてる話は。兄弟？そしたら女殺せっちゅうのは島野の親父からの命令なんか？そう。だからこそお前を登場界に戻してやれるチャンスなんだよ。なんで親父は俺にやらせようとしたんや？さあな、それは俺にもわかんねえ。とにかく白スーツの男、本当に心当たりないんだな。ああ、せやけど気になることはある。ん？奴は女を奪って生きよったが、殺そうとしてるようには見えへんかった。それは西谷も同じや。ん？ちょっと待て、西谷ってグランドで暴れた鬼人会のか？西谷はあの時別の死体を用意した代わりに牧村誠を渡せ言うてきた。あの子を殺すつもりやったらそない面倒くさいことはせんやろ。西谷が別の死体を用意。おかしいな、初耳だな。
まあ西谷と白いスーツの男が同じ目的ってことは分かった。ってことは奴ら来るかもしれないな。あり得る話や。どっかで拾ってきた野良を泥棒猫に仕立てたってわけか。確かに西谷らしい手口だな。そうなりゃ西谷を叩いて女の居所を吐かせたいとこだが、札にしょっぴかれて今頃留置所か。いや、西谷やなくても組員もいろいろ知っとる風やった。お前は何も分かっとらん。あの女の価値を。はあ、そしたら組員からたどれ。鬼人会の事務所は蒼天堀通り東の第三並木ビルってのに入ってる。確か3階だったはずだ。分かった。真島ちゃんさ、西谷のこと以外に俺に隠し事ないよね。あらへん。はあ、もしも何か隠し事してたら殺す言いたいんやろ。分かってきたね。真島？なんでおめえが。おう、牧村誠はどこや。はあ、何言うとんねん。あれ、俺んとこからあの子を盗んだ男、ありゃ西谷のお仲間やろ。今あの子はどこにおんねん。何のことやらさっぱりわからんな。せやけど、たとえ知っとってもお前に教えるはずないやろ。何様やねん、メチキクみたいにフラッと入ってきよって。わしら極道やで。なめんのも大概にせえ。そら拳で聞けっちゅうことか。お前らもう何遍も俺に負けとんのや。あの子の居場所知っとんのか知らんのか、どっちやねん。知っとっても知らんでも生きて返さへんで。我、はあ、懲りひんやっちゃな。しゃあない。ほんならこの際知っとること全部吐いてもらうで。はい。
望み通り拳で聞いたるで。牧村誠は今どこにおる？ほんまに死なんのや。ほんまか？ほんまや。わしら今までずっとあんたがあの女を持っとると思っとったんや。せやったら俺からあの子を奪っていった男は誰や？西谷の仲間ちゃうんか？親父の仲間やったとして俺らは知らんのや。親父は俺らに何も教えてくれへんのや。女のこともさらう目的も。ほんまや、聞きたいことがあるんやったら親父に直接聞いてくれや。西谷は札にしょっぴかれて留置所やろが。せやったらあんたも留置所に入ったらええんや。ふざけとんのか。待て、ふざけたへんて。ビリケンさんに頼んだらええねん。ビリケン？そうや、ビリケンさんちゅう刑事や。親父の窓口になっとる人で、頼めばこっそり会わせてくれるかもしれへん。賄賂でも渡すっちゅうことか？それはビリケンさん次第や。誰でも会わせてくれるわけやないけど、とにかくビリケンさんとこ行ったらええ。いつも毘沙門橋んところにおる。よし、その言葉信じたろ。西谷がなんでお前ら組員に何にも教えへんのかわかるか？え？脅されて口悪いような組員やからや。口の軽いヤクザすか？あんた、もしかしてビリケンさんか？誰や、あんちゃん。俺は真島五郎ちゅうもんや。あんたに頼めば、留置場の西谷に会わせてくれるっちゅう話聞いてのう。俺はどうしても奴に会うて、聞かなあかん。おめえは西谷のなんや、ダチか？俺はダチあらへん。西谷の敵。敵と名乗るやつをわざわざ引き合わせると思うか？ダチって嘘ついたとこで、あんた見破るやろ。西谷は用心深いやつや。嘘も見破れんでかを窓口にするはずがない。正直に言うたら、あんたも一手間省けるやろしね。潔んやな。分かっとる。なんぼ渡せばええんや。いややな。今どないしたらいい？マジマ言うたな。あ？ちょうどええとこに、ほら船も来たしな。屋形船？
お座敷遊びでもするんか。だって乗ったらいいんや。西谷に繋いでほしいんやろ。真島優太な。お前西谷のなんや。さっきも言うたやろ、敵やって。酔っ払っとんのか。敵にもいろいろあるやろ。いろいろ。ほんまに殺したいと思う敵もあれば、立場が違えばダチになれた敵もあるやろ。西谷とは会うたばかりや。あいつのことはよう知らん。あんたは奴を古くから知っとるんか。古いもなんもあいつがガキん頃から知っとるわ。ほう。西谷はどんなガキやったんや。万引きのうまい赤ちゃんでな、幼稚園に入る頃にはすりと置き引きも覚えとったの。小学生でカツアゲ、中学生で車嵐、そんなガキやったな。なんや、想像通りやな。その調子で言ったら高校の時には強盗でもやっとったんちゃうか。人を刺して殺したんが奴が高校の時やったな。えらい飛び級やな。せやけどデカのあんたがなんでそないなやつの窓口なんかしとるんや。なんや。おい、どないなっとるんや。遊びに付き合い言うたやろ。どこへ行くんや。三途の川底や。三途の川底。なんやここは。何の目的か。戦時中に掘られた空間をわしが改造したんや。あんたが。まあ金持ち連中そそのかして作らせたんやけどな。正式な名前はあらへんが、知ってる人間はここを三途の川底て呼んどる。縁起でもない名前やな。そら縁起なんてあってたまるかいな。なんて言うてもここは罪人の処分場なんやからな。世の中には法で裁かれへん罪人が5万とおる。証拠が一個もなくて立件できん。世界中のそんな奴らをここに捕らえとる。なんで殴り合っとるん。この闘技場で1年間叩こうたら茶場に戻したるっちゅうだろ。ルールは一切無用や。卑怯な手使おうが、あえて殺そうが構わん。そしたら死に物狂いっけど、どんな奴でも毎日戦わせてみ。まず1年はもたん。罪人同士で死刑を執行させようてるわけか。ゲス。罪の償いと世の平和のためや。ほな、この観客は何やねん。
命がけた本物の名残合いなんてなかなか見れるもんやない。どんな何が罪の償いや。金もなく。めったなこと言うもんやあらへん。しがない刑事のささやかな副業や。で、俺をここに連れてきたのはなんでや。実はここんとこ罪人の顔ぶれが変わり映えせんでな、勝負がマンネリ化しとる。いやお前さんが試合盛り上げてくれたら、俺に出場せえ言うんだ。何も1年間戦え言うんやない。ほんの3人ぐらい勝ち抜いてくれたらええねん。そしたら留置場の西谷にも合わせたんで。あんたみたいなクソなデカ、せやけどこの胸クソの悪さを損代わり3人勝ち抜いたら必ず西谷に合わせる。ああ約束してある。ほんならお前がリングに上がるよう手続きしてきたる。ああそう簡単に行くとええけどな。さあそれでは次の対戦を発表いたしましょう。皆さんおなじみ、死体を跡形もなく食べて証拠を消した連続殺人鬼、ジンジャーチャップマン。ジンジャーチャップマン。対する挑戦者は本日サンズの川底に落とされてきたばかりの新生、罪状は謎に包まれた赤眼の男、マジマーゴロー versus ゴロー、マジマー。さあ時間無制限、ルールなし、レディー。
winner, Goro Majima! なんと突然現れた赤眼の罪人、マジマゴローがデビュー戦でまさかの大勝利だ。これは次の試合にも期待がかかります。それでは早速参りましょう。次に登場するのはこの男、患者を自然死に見せかけ殺していった快楽殺人医、ドクターキリヒト。ドクターキリヒト。マジマゴロー、果たして2連勝なるか。さあ時間無制限、ルールなし、レディー。会場は興奮のるつぼと化しています。しかし謎のルーキーの快進撃も残念ながらここまでかもしれません。そう、次の試合ではついにあの男が登場です。リング上の撲殺数世界一、法では裁けない悪魔の拳、デッドバンチャー。さあサンズの川を渡ることになるのは一体どちらだ。時間無制限、ルールなし、 It's showtime。
決まった！今ここに新たな伝説が誕生しました。その名はマジマゴローだ。Congratulations! ゴロマジマ。いい腕やな。こないに盛り上がったん久しぶりや。どや、今度からちょいちょい林業温めてくれへんか。金は払うで。俺は高いで。嫌やな、お金の話ばっかり。そないなことより言われた通り参照したいん。あんたの約束は守ってもらうんだ。分かっとる。ついてき。しかし、汚い川の底に穴いなもんがあるとね。汚いもんがいろいろ隠してくれとんや。水底なんか見えん方がええ。あ？みんなが見てない現実を汚いもんが隠してくれとるんや。うん。昔この川に女子高生の死体が上がってな。かわいそうに。ガイシャは片親でな。親父さんが男で一つで育つ。せやけど必死の捜査も虚しく、犯人はなかなか捕まらん。むごい話やな。1年かかってようやく犯人を突き止めたが、親父さんは一層どん底に落ちた。なんで？犯人は未成年の不良やったんや。法で裁かれることなく少年院を出たガキは堂々と街を歩きよる。事件なんて知らん顔でな。それを見た親父さんの気持ち、お前はわかるか？耐えられんの。ぶち殺したくなるやろな。せやな。で、そのガキはめった刺しにされて殺されたんや。じゃあ親父さんが？じゃあ殺したんは当時高校生やった西谷や。西谷が？西谷は物心ついた頃からたびたび親父さんの世話になっててな。知っとったやろな、親父さんが苦しんでんの。外道に生まれついた人間には外道にしかできん役割があんのや。誰に感謝されることもないが、王道を生きる人々を支えとる。高校生の西谷にそれを教えられた親父さんは、それから三途の川底を作り、今じゃ西谷の窓口になっとるっちゅう話や。な、ってことはあんたが。さあ行くで。そや、今から留置場に案内してあるけど、お前の方の準備はできた？ああ、もう大丈夫や。よっしゃ。お疲れ様です、ビリケンさん。おう、ごっついご確認捕まえてきたで。入れたってくれ。あれ、いつもより多いんやないですか？気にしな。あんたんとこの娘も今年大学やろ。すんません。ほな、楽しんでこいや。世話になったな。
西谷の英たちになりそうやな。奥で茶でも入れますよ。おい西谷。おい。こらこらこら。真島君やないか。どないしたん。万引きでもしたんか。お前に会いに来たんや。西谷。ほんまに嬉しいわ。ちょうどわしも真島君に会いたい思っとったとこなんやで。はあ、お前が俺に何の用や。この前の殴り合いはほんまに楽しかったな。思い出しただけでもうっとりしてまうわ。あ、せやけど警察に邪魔されて最後までケリがつかんかったやろ。自分で呼んだんやないか。アーセント真島君、お店では殴り合いしてくれへんねんもん。せやけどどんなにええ喧嘩でも蹴りつけへんのはあかん。野球の試合と同じやで、途中で雨天中止になったら選手のエプレーも無意味になってまうやろ。5回裏まで終わっとれば試合は有効や。何言うてんねん。あの喧嘩はまだ1回表やで。わしゃ何としてももう一度殴りようって楽しみたんや。おもろいおっさんやな。せやけど俺はそないなようできたんとちゃう。ん？誠がさらわれた。やったんはお前か。なんや、仕事の話かい。誠をさらったんは白いスーツの見たこともない男や。お前の仲間やないんか。わしにそないな友達はおらんで。なんやて。せやけど予想はつく。わしでも真島君でもない第三の勢力や。第三の勢力？一体何もんや。まあわしは大方目星ついとるけどな。知っとるんか。誰なんや。あの西谷さん、これ。ああ、そうや、酒買ってきてくれるか。せっかくの来客や。ええ酒頼むで。わかりました。ちょっと待っとってください。どないなっとんねんここは。わしらみたいな仕事しとるとな、安全なねぐらがよう見つからんのや。ほんともそうちゃうか。あ、せやけどここはお上に守られた日本一安全なねぐらや。こないな連中に囲まれて安全やと。拳一つでわしの玉取ろっちゅうような人間はおらん。大抵は刃物や飛び道具使ってきよる。ここやったらそないなもん持ち込めへんからな。ここはほんまに熟睡できる我が家や。西谷、
誠をさらった第三の勢力は何も言えん。そやな、真島君は知りたいわな。佐川のおっさんには到底調べ上げれば相手やもんな。教えてあげようかな。けどどないしようかな。おとなしく吐かんと今度は楽しい殴り合いですまんことになるで。そんな言われるとあじごっつい期待してしまうで。真島君、この間よりもっともっと楽しませてくれるっちゅうことやもんな。ええんやな、安全なねぐらで大怪我することになんで。楽しみや。わしは強いもんを見るとな、あそこが固まってしまうや。もう我慢でけへん。変わったやつやな。お望み通りとことんしばき倒したる。ビリケンのおっさんが言うとったように、出会いが違えばええ仲になっとったかもしれへんな。殴り合う理由を持って出会えたや。最高にええ出会い方やで。なんや、急にまっとうなこと言いよって。ほな聞か
かせてくれや。第三の勢力は何もんや。なあ、真島君、佐川のおっさんを裏切って。ああ、マコトちゃんを狙う第三の勢力は日教連中集団や。日教連？東上界の直系組織や。東上界直系？アホな、日教連なんて聞いたことないで。そらそや、表向きには東上界の大門を掲げとらん裏の組織や。マコトちゃんをさらったんはおそらく日教連の総裁セラ・マサルや。セラ・マサル？数日前にセラが日教連を引き連れてこっちに潜り込んだっちゅう情報が入ってな。もしやマコトちゃんを狙っとるんやないかと勘ぐってたとこやった。なんで東上界の勢力が二つもマコト狙っとんの？二つ？俺に誠を殺すように命令出したんは島野の親父や。島野中と東上界の島野か。なあ、セラも島野も東上界。ほんなら東上界ついでや、わしも教えたる。あ、わしの雇い主は堂島組の渋沢中若頭補佐や。堂島組？せや、これまた東上界の直系や。セラの日教連、お前に命令下した島野組、ほんで堂島組、三つ全部東上界や。一体どういうことや。なんでやろな。ま、東上界の内輪もめなんかわしには関係あらへんことやけどな。日教連が隠れてる場所は分かっとんのか。ちゃんと調べ上げとるで。どこや。知ってどないする気や。誠取り返しに行くに決まっとるよ。無理や。あ、真島君が強いはよう分かった。せやけど一人でどないかなるほど甘ないで。日教連は何やと。東上界の大門掲げてはできへん汚い仕事をこなしとる特殊部隊や。さながらアメリカの CIA。 せやけどわしと真島君が組めば勝ち目がないわけやない。それにわしと組むっちゅうことは他にもええことがあんで。ない。佐川のおっさんからの命令は誠ちゃんを殺すことやろ。佐川と組んでる以上誠ちゃんを殺さなあかん局面にぶち当たんで。でもあしゃ殺しやなくて柄を抑えて依頼主に渡すよう言われとんねん。佐川を裏切ってわしと組めばとりあえず誠ちゃんを殺すはめにはならんやろ。悪いな、断るわ。なんでや。日教連のセラも誠を殺すようには見えへんかった。もし俺の目的が誠を殺さんことやったとしたらそのままおとなしく日教連に預けとくわ。せやけど誠はもう十分すぎるほど裏社会の食い物にされてきた。両目まで見えへんようになってな。誠を殺せへんかった。俺には誠を生かした責任がある。ただ命があったらええってことやない。人として生かさなあかん責任や。極道の食い物にはさせへん。残念やな。お前みたいな男ともっと早出会わんかったがほんまに残念や。なんや急に。なんやろな、わしみたいな人間が何を抜かしとんのやろ。日教連が潜んどる。
椿園の中や。椿園？まあ、いや、こっち住んだって椿園も行ったことないんか。脇あって蒼天堀の外あんまり行かれへんのや。でなんや、その椿園ちゅうの。椿園はな、それはそれは歴史ある料亭街の通称や。日京連はそん中の弁天屋って店にアジト構えとる。誠ちゃんもそこに囚われとるはずや。料亭街？ガイドブックに載っとるようなとこちゃうで。百聞は一見にしかずや。案内したる。ついでに一緒に暴れたる。ええんか。俺は死んでもお前に誠は渡さへんぞ。そんな話は日京連から誠ちゃん取り返した後や。さあ、真島君と一緒に大暴れや。楽しなるで。さて、ほんなら楽しいお遊びに出かけますか。おい、おまるさん、出して。チェックアウトや。真島君も一緒に出るで。なや、誰もおらんのかい。しゃあないな。勝手に出るで。ちゃ、逃げや。西谷。ああ、なんやねんな。お茶。お前、リリケンさんには用してもろたんですがね。娘が大学行きたいなんて言うもんでして、ちょっと気張らなあかんのです。何言うとるんや。あんたら殺したらビリケンさんからもろてた小遣いの100倍くれる言わはるんですわ。やっぱ東京の人は羽振りええんですな。お前、買われたんか。誰にや。感じやないかい。にしたな。昔おっちゃんに言われた通りや。悪いことばっかりしてたら罰当たんな。なあおっちゃん、真島君、わしはこのアホンドラと肩をつける。西谷、あんた思いっきり暴れたらええ。思いっきり楽しんだらええ。ヤクザなんぞどうせ早う死ぬんや。なら後先考えんと。自分の道前に進めや。何言うとるんや。さっさとくたばらんかい。まことち女生かした責任
きっちり取っとらんかい。行けや、マジマ。許してくれ。頼む。